はい、皆さんこんにちは。ですね、今日は久しぶりの動画投稿になるんですけども、でも実は数学の内容を投稿するというよりは勉強動画をちょっと上げたいなと思います。まあ、なんで勉強動画上げるかと言ったら、まあちょっと自分がね、無理やり勉強して、無理やりじゃないですけど勉強して、まあ、それを動画にしようということなんですけど、今本を開いてるんですけど、何の本かっていうとですね、はい、無限からの攻防、志賀浩司先生の本ですね。まあ復刻、日本評論社の数学書名著復刊って書いてあるんですけども、まあ復刊、また売り出すようになったわけですね。まあ売り出すようになって、だから一時何ですかね、絶版ですかね、絶版、本がもう品切れになったらもう出回らないという感じになったら、また復刊させたということなんでしょうけれども、これ志賀浩司先生はまあ有名な先生ですよね。もう今は30項シリーズ、数学30項シリーズ、ベクトル解析30項とか、ルベーグ積分30項とか、あと大人の数学シリーズのような、まあ ほぼ数学寄りの、まあ、そうですね、ほぼ数学寄りっていうか、まあほぼ、数学本格的に勉強したい人向けの、数学書、まあ本当にゼロから分かんない人がやるっていうよりも、まあゼロから分かんない人でもいいんですけれども、もう本格的に、ルベーグ積分だったらルベーグ積分とか、ベクトル解析とかね、集合論とか素朴集合論とか、まあ本格的な、まあ啓蒙書を書かれる方ですよね。でこの無限からの攻防っていうのはね、ポーランド学派の数学者たちっていうことで、まあちょっとマイナーですよね。数学のね、 YouTube の中でも数学の動画っていうのはマイナーですけど、さらにその数学の中のそのポーランド学派っていう人たち、まあ中にどんな人がいるかって言ったら、バナッハで、まあシェルピンスキー、ガスケットのシェルピンスキーとか、あとそうですね、誰がいるんでしょうね。まあ著名な、私が著名だと思う方はそれぐらいですかね。シュタインハウス、クラトフスキー、シャウダー、まあ、シャウダーの不動点定理、まあ、名前だけは来ますけどね、ウラムとか、そういう人の、ポーランド学派と呼ばれる人たちの、その人物像を描いたものですね。あと実はですね、それが第1部で、この第2部がですね、ここに書いてるね、バナ・ハタルスキの逆理っていう、ここに書いてるんですけど、実はですね、この志賀浩司さんの、まあこれ当初はだから数学セミナーっていう雑誌に連載されたものを集めて、単行本化したんですけど、数学セミナーの85年頃の数学セミナーで、このバナ・ハタルスキの定理っていうのを、紹介したことで、広く日本の数学者を含めた人たちも、初めてそのバナ・ハタルスキの定理って奇妙な定理があるんだってことを認識したというね、まあそれがまあ記事じゃなくてこうやって単行本になったっていうことで、まあそれが広まったっていうことで、これ歴史的な本でも、そういう意味での歴史的な本でもあるわけで、それはだからみんなバナ・ハタルスキの定理って、だから数学者も含めて知る人がいなかったということでね。で、実は今日何するかって言ったら、まあ勉強動画なんで、これから勉強30分間だけするんですけれども、だから、またいつもの通りブツブツ言いながら30分間勉強するんですね。で今日は何をするかって言ったら、まあシェルピンスキーの書、書いてある書のところの、章の、連続体仮説と、同値の命題について、これ証明付きの問題もあるし、証明がついてない問題もあるんですけど、ちょっと証明がついてて、まあ比較的優しそうな、ところを読んでみようかなと思います。まあこれ30分間勉強します。でまあこの本のね、今日は勉強動画撮るんですけど、今日勉強した、数学の問題というか、まあ数学の定理ですね、連続体仮説と同値な命題を証明するという動画も上げたいし、またこの本のね、まあ、書評というよりはまあ読書、本紹介ですね、本の紹介ですね、本の紹介の動画も上げたいなと。だからこれに関連するもの、まあ、これを含めて3つ上げられたらなと思いますので、よろしくお願いします。ではまあ、早速じゃあ30分間、ちょっとブツブツ言いながらなんですけども、勉強を始めたいと思います。スタート。
が成り立つならば、次の命題と同値であると。AB。二次元のユークリッド空間の部分集合で次のような、性質のものが存在する。括弧一番。こっちですね。平面 R の事情は共通点のない2つの部分集合 AB の和として表されますよと。だからこの AB っていう二次元ユークリッド空間 R2 の部分集合を A かつ A と B の和で表されて、かつ A と B の共通分ないと。で次がポイントですね。 A X 軸と平行な平行な2の直線高々かさ、そこでしか違うね。で B も逆ですよね。Y 軸に ということですね。図が書いてます。連続体仮説を仮定したときに、次のような AB が取れるということを言うわけですよね。 H が成り立つから H のところから選択行為を仮定するわけですね。選択行為を仮定すると成立可能定理が成り立つと。
そっと熟読します。今証明を考えているのが、こういう命題ですね。連続体仮説を仮定すると、次のような性質の二次元ユークリッド空間の分集合 AB というものがありますよと。A と B の和集合を取ると平面全体 A と B の共通分はないよと。だからまあ A と B に分割されているということですね。で、次のがポイントですよね。 A っていうのはA っていう集合は X 軸と平行な2の直線 と高々加算個しか交わらないと。で B は逆に Y 軸に平行な2の直線と高々加算個しか交わらないと。こういうものが取れるよ、平面上に取れるよっていうことが連続体仮説と同値なことなんだということですね。まずは整列可能定理を使って整列させようと、実数直線を、はい、実数全体の集合を整列させると。A っていう集合を取ろうと。Dα、Dβ。で、αβ。これがもう A になるってことですね。この A ってことです。
ましょうと。そしたらバール、ベータとかと、ベータっていうものが順序数として存在します。したがって A と直線 Y コンピY コンピーだから B 点点 B、 ここにある
に2を実数 Tα を取ると、x イコールアルファ乗の点を d アルファ d ベータ d アルファ違う d アルファ d ラム d ラムダですね。d ラムダ。ラムダがある。フィックス。
属と P アルファラムダ引く P ニューアルファと ここを除くと A に入りますよと。うん。A の補修。が求める B になると、で A で一応この週証明は終わったと。なんとなく分かってきた。
30分の時間が来ましたということで、まあ今回、勉強動画の方はこれで終わります。で、まあ近日中にね、今、勉強した、例えば勉強したこの連続体仮説と同値な命題の証明の動画がアップできたらなと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。